でこの2人のところにですねガンダムとエルメスにですねゲルグが突進してこれだけでも三角関係でえらいドラマなのにでそこにセーラが介入してくるわけです。でセーラがあそこ あ兄さんって言うとですねガンダムがゲルググに切りかかっているのがはるかに見えますで2人がですねバーンってです、ね、切り結んでるですね切り結ぶガンダムとゲルググそこにですね G ファイターが突進していくんですよで兄さん下がってくださいって言うんですけどもシャアンには聞こえてないんですねアムロが割り込んでくるここは危険ですセーラさん下がってと。 ガンダムがですね、右に行って、ゲルグが右にいるからですね、当然ガンダム、アムロの向いてる方向はですね、上手から下手を向いてるわけですね。右から左たてる。だから、アムロもですね、えー、顔はゲルグの方を向けたまま、目だけの演技としてですね、セイラさん、下がってください。ここは危険です。というふうに言ってます。この辺の位置関係が分かる。もう本当にね、くどいほど僕、このガンダムで、上手、下手言うんですけど、これをね、きっちり守ってると、 こんな難しいことをしても割とわかりやすいんです、ね、で、おまけにちゃんとセーラーさんはやや下を向いててアムロはやや上を向いてるっていうですね上下の法則ですね顔は下手側を向いてる一説明目線は上手側を向いてる演出っていうのもきちんとやってますすごいですよねで、さらにですねガンダムとゲルムが切り結んでるんですけどもガンダムが下から ゲルググはこのガンダムを避けるために上へ逃げるんですねで上を逃げるとそこに G ファイターがいることに気付いてあっこんなやつが現れたと邪魔だとばかり切りかかってしまうんですねで G ファイターにちょっとした傷を与えてしまうセーラさんのところにガーンとショックがあって「あっ兄さん私を分からないの?」っていうふうに言ってしまいます悲しきシャアのニュータイプ能力不足ですねこの中で、本当に。 この4社の中でシャアだけがニュータイプ能力が低いのでこの他の3人がお互いを分かっていることが分からないんですよね。でえゲルブグ,グシャアにとってはですねガンダムと対等な条件でやりながらもややガンダムに押されてるとさらに向こうから火力があってですね機動力もある新型メカが現れたさあピンチだどうするっていうふうなことで。 すっとですねエルメスの横に行くんですよ。エルメスのすっと横に行ってですね画面割り込みますですね「えー、ララ私はガンダムを撃ちたい私を導いてくれ」直に言うんですね「ララ私はガンダムを撃ちたいんで私を導いてくれ」っていうです、ね「ララ答えられないんですよ」「アブノーマル処理」です。これはあの普通の画像じゃなくて「ララ」の内面なんでしょうね青いアブノーマル処理をしてですね「私を導いてくれ」って言った後 かなり長い秒数無言のままなんですよでララってもう一回呼びかけられてノーマル処理に戻りますノーマル処理に戻った後ちょっとだけ間があってお手伝いしますっていう風うにつぶやくでさらに決意してお手伝いします大佐っていうふうに言うんですねお手伝いしますお手伝いします大佐っていう風に1回目はためらいながら二回目ははっきり決意して言うんですよねでそれに対してシャアは セリフじゃなくて、まず北斗エム演技を入れるんですね。北総へも演技を入れてはっきりと勝ち誇った笑顔です。まんララって言うんですね。なぜすまんなのかと。別にガンダムを打ちたい。私を助けてくれ導いてくれだから謝ることは何もないんですよ。でもなんですまんなのかって言うとシャアにはわかってるわけですね。 ララーが、生まれてて初めて自分で選んだ道、自分で選んだ男好きな男を諦めさせたことが分かってるからだから「すまんラ,ラー。そしてそれはラ「ラーには見えないところでほくそんで本当はすごい嬉しいのに口だけは「すまんラ,ラーなんですよ。それに対してですねガンダムは突っ込みます突進します飛び込んでいきます。 アムロがシャーって叫びながら、今やアムロにも分かったんですね。ララーを戦わせているのはシャーなんですよ。ララーはあの自分を守ってくれた人のために、自分を救ってくれた人のために戦うって言ってるんですけども、このあたりの通話は別に音として聞こえているのではなくて、ですね、アムロの中にも見えているわけですね、えー。ララーを戦わせているのはシャーで、シャーを倒せばララーは救われるわけなんです。ね。 ララを救うために突進していくんですけども突進していくのに対してですね、えー、ゲルググがアップになってシャアがポンと入りますララを手放すわけにはいかん本音が出るわけですねアムロはやれるのかっていうふうに不安になりますシャアの顔のアップですシャアの顔のアップなんですけどこれねシャアの右目が白いでしょうマスクのところが白いんですよこれね、ハイライラトがシャアの右から左。 あの走るシーンなんですね。これ何かっていうと。顔の左から右へハイライトが。ヒュッと走ってるんですよ。これ何かっていうとですね。さっきのシーンで。ビームをですね。振りかざして突進してきますよね。で、このビームが。ゲルググの前をビューンと通り過ぎてます、ね。この。ビームがゲルググの前を、ね。 ビューンと通り過ぎてるからシャアのヘルメットにハイライトがギュワッとこう走るわけですねそれをよけた瞬間に、えー、2人のまたベイド・サーベルとビーム・ナウギナタがですねまあなかなか本当にサーベルをなぎなたで止めるシーンなんですけどもすごい演出の連続 <laughs> ですね。これも本当にあの 書きただから劇場版ではここら辺はちゃんとね戦闘シーン書いてるんですけどテレビ版では戦闘シーンがどうしてももう作画的に限界なんです、ね、だからここでハイライトを走らせるだけにして結論として、えー、ガンダムのビームをですなぎなたで受け止めたとか避けてからもう一回攻撃してるっていう表現を入れてるわけですね。でその結果ですね、えー、仕切り直しです。ビーム お互いにですね切り結んだので,ですね2人の間がガンダムとゲルグの間がちょっと開くんですよつまり仕切り直しをしようとしてるんですけどもと見せかけてゲルグが素早く近寄ってですねガンダムのシールドをたたききるんですねこれ位置関係から見てわかる通りですねガンダムが上側にちょっと逃げようとしてるところにビームを切ってるからこのシールドが切れるってことはガンダムの下半身もぶった切れるはずなんですよででも、次の瞬間ですね。 えー、シールドを切った次の瞬間ですね。ガンダムは上方向へジャンプしながらですね、足を持ち上げてるんですね。つまりこれってあの縦、えー、で変わり身の術をやってるわけですね。もう本当に忍者漫画というかですね、剣術漫画の世界です。縦、えー、で変わり身の術をしてその部分で自分の本体は上に飛んで逃げるですね、えー。こういうですね、もう本当 ここら辺はね。ランバラルとの最初の戦いでですね、えー、アムロがですね。うまく盾を使って変わり身の術をしたっていうことのですね、えー、繰り返しになってますね。アムロがどん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 上手くなってきて、かつてのランバラル並みにシャアを扱えるようになっているということでもあります。というか実際に2人のですね。剣の戦いというのはもうここで勝負ついてるわけなんですけれどもですね。というわけでですね。あのガンダム講座、これぐらいに今日はしようと思います。 切り抜き動画をご視聴いただきありがとうございました私はこのチャンネルの中の人です私はクラスメートの女の子です第41は光る宇宙今回は4人のニュータイプが集うシーンの解説だったねそうだね今回は岡田斗司夫の本家のチャンネルについたコメントを紹介しますここまで理解してこその逆襲のシャーのお付き合いいただきありがとうございましたこれからもこの切り抜きチャンネルでは 岡とし夫のガンダムネタを中心に動画をアップしていきますのでこれからもよろしくお願いいたしますショート動画もありますのでよろしければそちらもお楽しみくださいご視聴ありがとうございましたありがとうございました